はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、本日は魔法イップをね使っていこうと思います。まあ、魔法イップね何をしていくかという話なんですけど、まあ、今回は魔法イップに全ベットした魔法イップサンタデ構築をね作ってきました。まあ、というのもね、魔法イップというポケモンね、かなりね積みの、技が優秀で、瞑想を解けるっていうね技を覚えるので、まあ、特殊耐久を瞑想で開けて、解けるで物理耐久を上げて、まあ、相手のポケモンをね貫通するっていうね動きが強いんですけど、まあ、それ以外にもアロマベールという夢特性がこのね積み相手を積ませる方と相性が良くて、アンコールだったり挑発が効かないんだよね、このアロマベールっていう特性が。まあ、なので、まあ、この瞑想を解ける型と魔法イップね相性いいんじゃないかなと思います。まあ、今作はね特にアンコールとかでね積みの対策をする人が多いので、まあ、それこそ相手で言うとキューコンとかのアンコールが効かないのはねかなり強いかなと思っています。で、まあ、今回の構築は、まあ、悪タイプに打点がないんで、まあ、大ニューラで毒飛車絶対巻きたくて、まあ、大ニューラ魔法イップ神で起点作成して全抜きできるんじゃないかなと思います。対戦相手の BO さんよろしくお願いいたします。まあ、魔法イップね多分ね対策してないような相手には簡単にサンタレできると思ってるんですけど、まあ、魔法イップね特殊耐久高いけど物理耐久が低いんで、まあ、いかに、まあ、溶けるを先に積むか、まあ、水テラスをしっかりと取っておいて、まあ、相手の連撃ウラオスに強くなれるかっていうところがね重要かなと思います。イーユイか、まあ、ちょっと待って、それまずい。まあ、イーユイはねかなりまずいんですけど、まあ、理由としては、まあ、イーユイちょ引っ込めてくれませんか。あのオーニューラって結構助けが多いんで、まあ、スカーフサイコキネシスって、まあ、打つのかなり危ないと思うんですよね。うん、なのでちょっとここ引っ込めてきてほしいんですけど、ここ引くよね。いや、まあ、引かない可能性はあるんだけど、まあ、基本的にはオーニューラのねタスキを警戒してイーユイは居座りづらいと思っている。お願いします。まあ、最近ねドキビシ巻くとき、まあ、オッケー、それは耐えるでしょ。うん、あ、それは耐える。オッケー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 。まあ、タスキまで考えるとね、まあ、もしかすると相手なんか何かしらのテラバーストとかの可能性はありますね。最近ねタスキオーニューラのドキビシ展開みたいなのを動画でよく使ってたんですけど、まあ、タスキで使えば使うほどなんかタスキ弱かったんだよね。まあ、なのでなんか今回タスキじゃないオーニューラにしてきたんですけど、まあ、結果的にはあオッケーオッケーオッケー。相手これテラスタル切ってきたでしょ。うん、全然いいよ。うん、ため軽技警戒で、あ、草テラスだよね。うんうん、まあまあまあ。でもインファイト耐えんの？え、耐えなくない？上からインファイト、え、耐えないと思うけど。あ、耐えるんだ。まあ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 、全然いい全然いい。で、これで、まあ、悪タイプでアシストバーが通らなかったイーユイに、まあ、毒ビシも入るし、まあ、エスパー技も通るようになったしで、大丈夫ですね。で、まあ、ここは、神を投げて、起点作成を行っていくんですけど、まあ、これはね、まあ、突破しちゃっていいかな。まあ、イーユイを起点に、魔法イップでなんかやっていくっていうのもありなんですけど、ただね、ちょっと、まあ、起点作成するにはイーユイの体力が足りなすぎるんで、まあ、一旦マジカルフレームで突破しましょう。まあまあオニュラやっぱね、まあ、タスキーがね発動するような対面以外はね基本的にやっぱお盆の方がね強いとね思っていたんで、まあ、オニュラお盆にしたのは結構正解で、でマジカルフレームで倒していくと。まあ、今回の羽ばたく神ね、まあ、ムーンフォースを切った羽ばたく神なんてねみんな知らないと思うんですけど、まあ、僕も今回の構築のために考えてたらムーンフォースいらないんじゃないかっていうね一つの答えにたどり着いたんで、まあ、今回はムーンフォースを切っております。キューコンね、オッケー。え、キューコンはね全然いいんだよ。で、キューコンに関してはどうしよっかな。なんかたたり目打っていいってか、まあ、キューコンに関してはもうなんか魔法イップで起点にしたいけどな。アンコール効かないんですよ。でそれがちょっと強すぎて、これ多分魔法イップ投げた方がいいわ。いや魔法イップは D が高いんで9コンぐらいだったら無起点でいけるわ。うん、これさやっぱアンコール効かないのさ偉すぎない？でしかもオーロラベールとか貼られるじゃないですか。だからなんかもう、まあ、すでに9コンは魔法イップの起点なんですよ。本来9コンってまあ味方の起点を作ってアンコールで起点にならないっていうのが強いんですけど、これさまあまあまあいいよいいよいいよ。うん、凍らないから隠密マントなんで。はい、瞑想して相手まず一つ、ああアンコールで全然いいやとなると思うんですけど、これ強いな。で、アンコール効かないよね。俺の勘違いとかだったら最悪なんだけど、まあもうね特殊ポケモン完封してるんで、あとはウーラオスの、インファイトとかまで考えるとこが解けるしましょう。アンコール効きません。これやばくない？
まあ、なんかこの SV という環境ってやっぱアンコールが軸なんですよ。でそのアンコールがやっぱ罪への答えになってるんですけど、それをね、まあ、罪への答えの答えですよもはや。これ何でも負けないな。まあ、一応ウーラオスだったらやばいんで、まあ、再生しておこうかな一応。そうだね、引っ込めるなんか壁球根プラスウーラオスっていうのがやっぱ強い並びの一つとして存在してるの でそうだよね。いやここはねこれでよくて、毒も入ってるからね、これも勝ったでしょ。で再生して、うん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 、でまあこれは一応水テラスなんで、まあ、大丈夫だと思う。しかも HB 特化にしてるから大丈夫だとは思うんだけど、超火力でご利用されるみたいな展開が怖い。ただ相手がもし剣の前を積んでくるんだったら、積んでくるでまた違う動きしなきゃいけないんだけど、まあ羽ばたく神も残ってるから多分水テラスアシストパワーでいいんじゃないかな。いやこういうねウーラオスって多分水テラス、あもう相手テラス切ってるじゃん。あオッケー、危ねえ、バンビーチャンネルあるある、テラスを忘れる、ギリギリ思い出すことに成功していく。まあ、これは勝ちですねもう。うん、いやアンコール効かないからね、キューコンっていう火力のない、待って、魔法一歩柔らか、うん、まあまあ柔らかいけど、まあ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 2体するんでね。うん、水テラスだった場合再生しなきゃいけなかったっていう、なんかちょっと柔らかいのは感じちゃうんですけど、まあしょうがない。まあ溶けるがねここ弱点なんで、はい、でアシストパワーで、まあ、倒せないと壁があるんで、ただまあ攻撃耐えるんで、うん、まあ再生して、まあ、これはもう完封しましたね。でしかももう運負けしないから、あまあドレパン急所は負けるけど、まあ、水流連打ってもう急所に当たらないんで、うん、オッケー、ナイス、当たらないというかね確定急所なんで運負けのしようがないということで、まあいい感じにやっぱ魔法イップのアロマベールっていうね特性を生かした積み面白いんじゃないかなと思います。それでは2戦目どうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。韓国人の方ですかね、対戦よろしくお願いいたします。でこれなんですけど、まあ大ニューラ投げたいんだけど、大ニューラを投げた時に、まあ、ラティオスから来ている場合ちょっと最悪な事態が発生してしまうんですよね。ただまあ正直これもまあなんか魔法一歩で勝てんじゃないかなと思ってるんで、これあれでしょ、ネバネバネットプラス、あ待って、ネバネバネットかだったら、これねウーラオスが、いや難しいな、まあいろいろあるんだけど、うん、相手のウーラオスが悪じゃないんだったら正直毒ビシマック必要もねそこまでないんだよね。ただまあ自主退場してもらいたいっていうのもあるので、大ニューラ魔法一歩ネバネバネット巻かれた時にな、ちょっと弱すぎるけど、まあ羽ばたく神でいこうかな。これでいきましょう。対戦相手の方よろしくお願いいたします。あのネバネバネット巻かれた時のブーストエナジーが結構弱くて、そのネバネバネットで素早さがダウンしてからブーストエナジーが発動するんで、まあ、素早さがダウンしたままで特攻がね多分羽ばたく神上がっちゃう。まあ、今回だと防御上がったりするのかな、なんかが上がったりするんで素早さ上がらないんで、まあ、ちょっと弱いんですけど、まあ、そこはいいかな。いやオッケーじゃないな、いやオッケーじゃないけどこれオッケーですね。まあ、多分上取られてるんですけど、まあ、オニューラ捨てていいです。はい、まあまあいいです。まあ、タスキだとやっぱタスキで安定感があるなといったところなんですけど、まあ、これいいです、もう。多分ね、これで勝ちなんだよな、もう。はばかみ投げて、まあ、スイ君の積み合いの時のホエールが厄介なんですよ。スイ君ってやっぱ瞑想ホエールっていうのが、そのお互いの瞑想を積むポケモンたちで対面した時に、お互い積んだ後、スイ君側だけホエールっていう動きが強いんで、まあ、そこは強いんですけど、まあ、これはね、まあ、本当はもう倒してもらいたいぐらいなんですよね。マジカルフレーム打って大地の力もこれ倒されたいな。なんかもう本当に1匹だけで全て見せてるんだけど、これ逆に TOD で負けるのが怖いんで、まあマジフレとか打って、うん、相手引っ込める、オッケーオッケーオッケー。スイ君来ないでほしい。スイ君来たらまあデンジャー打てばいいや。あスイ君が来てしまった。いやこれがね厄介で、まあでもスイ君だけ考えるとまあ毒虫巻きたかったですよね。熱湯で焼いてくれないかな、食べ残し、まずいなこれ。でスイ君が厄介なのは分かっていた。スイ君にどう突破されるかを考える話なんですけど、まあでもスイ君は、まあ、デンジャー打ってたたり目打ってなんかマジカルフレーム打っておけば火力上昇は乗らないんですよ。
だ魔法一歩で全抜きできるから、なんかさっさと倒してほしいな。何打つ、まあ、まあ瞑想打つよね、瞑想打つよね。うん、畳目打って、ただ身代わり残されるようになると負けちゃうからな。なんかさっさと倒してこい。まあ、ここは畳目で。なんでそのまあ、正直水君クラスの火力だったら魔法一歩って D 取得値が意外と知られてないけどね、120ぐらいあるんだよね。スイクに瞑想何回か積まれる分には魔法イップ全然切り返しは効くと思ってるんですけど、魔法イップの D121 か、うん、これどうしよっかな。さっさと倒してほしいんだけど、まあたたりめ連打しておくか。なんか相手身代わり残して突破してくれるでしょ、うん、でまあいいダメージ入るね、身代わり。はい、で相手もそんなに瞑想してる余裕は多分ないと思うし、なんか吠えてる余裕もないと思うんですよね。だからまあいいよいいよ、スイ君には詰ませてあげる、全然大丈夫。まあ身代わり残して突破される場合はまあここでネット打たれる時なのかな。でもここでネットを打ってきたら十分だから、ネットを、はい、オッケーオッケー。なんなら焼けてくれ、火に耐えそうだもん。うわ余裕で耐えるじゃん、オッケー。焼けない、まあこうなったら焼けないのが嬉しいな。で身代わりネットで突破して、やっぱ吠えてる余裕ないね、デンジャーたたり目に対しては。たたり目でいきます。でまひったりしたら、まあ、マジカルフレーム1回打とうかなとか。瞑想ガン積みされるのが嫌なんだけど、ちょっとネット打ってこい、ネット打ってこい。まあ身代わりだろうな、ネット。オッケー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 、よしよし、あとは魔法一歩に任せてください。大体物理ポケモンっていう物理ポケモンがあんまりなかったよね。で物理ポケモンって今環境にいるのがパオジアンと連撃ウーラじゃん、主に。そうだよね、だから水テラスと溶けるである程度は対応できるよっていうところがやっぱ売りなんでね。はい、魔法イップ投げて、まあ、いけるな、アクーライがいけるな、マジで。ただこれね、一旦瞑想して多分溶ける積んだ方がいい。あ、オッケー、いさってきた、オッケー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 。イワポンがやばいか、まあオーガポンがちょっとやばい。だからオーガポンは一応溶けるで完封できる物理ポケモンなんだけど、しびれる、オッケー、ナイス。でまあ溶けて、でまあスイ君との積み合いはね、まあ、絶対負けないですね。しかもこの魔法イップってその攻撃技がアシストパワーなんで、そこがかなりいいかなと思ってて、で多分物理ポケモンが来るんだよね。一撃裏だけやめて、マジで。オッケー、イワポンだよね。で溶けて、そうだよね、うん、スイ君側はねいきなり引くタクがないんで、まず瞑想溶けるって入って、でこれで、まあ、急所に当たるのがやばいけど、まあ、もう一回溶けるわ。はい、来ませーん。アロマベルでーす。これ強いな。いや世の中がどうやってその積みポケモンを対策してるかっていうのがまあわかるよね。畑落とす、あー待って、隠密叩かれちゃったのはちょっと痛いけど、まあ熱湯やけどぐらいなんで、まあそこは一旦いいかな。これどれぐらい入る、いやいいね、特攻取得値110、まあアシストパワーでスタコン急所に当たらなければ大丈夫、オッケーまあ世の中の積み対策がやっぱアンコールになってる関係で、こうやってねアロマベールっていうあまり注目されてなかった魔法一歩、まあ、前作とか使ってないしね誰も、そのアロマベールって特典も忘れていた方もいるんじゃないかなと思うんですけど、それがこのように生きてくると。でここはもう瞑想積んでっていいですかね。まあネットで焼けても、まあ、この際も問題ないし、スイ君で絶対レイド入れないでしょ、身代わり瞑想ネット吠える。なんで、まあ、スイ君の処理がこの試合は難しかった。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、もうこの際関係ない。うん。本当に関係ないですね。で、瞑想を詰めたんで、なんかその瞑想の積み合いにおいて、アシストパワーって技がね、やっぱ強いんだよね。威力がめちゃめちゃ上がるからね。まあ、ここも瞑想でいいかな。で、ランドロスは、まあ、化身ランド一応物理型も存在するっちゃするけど、基本的には特殊型なんで、まあ、魔法イップの D121 の名、オッケー、このスイクめっちゃしてみれるね。まあ、ただ、まあ、正直関係ないと思ってる。絶対レイド以外はね。まあ、でもそろそろもう、攻撃してっていいのかな。うん。これね、なんかこの方ね、実は剣盾の最初の頃に使った方なんだけど、まあ、今なんか来てるよね。水テラス、テラスタルもらったりで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10×20 で200、220の、3段階上昇なんで、さすがにスイク落ちるんじゃないかな。はい、アシストパワーで落としていく。これね、おもろいわ。まあ、ただ、これ考えてる上で、まあ、サーフ号のトリック、まあ、サーフ号のっていうか、まあ、トリックは、ちょっと無理ですね。うん。
まあ、そこだけはもうどうしようもないけど、まあ、それ以外はねある程度やっぱアンコールとか挑発無効なのさ偉すぎるよね魔法一本、はい、ヘドロウェーブ、まあ、急所に当たったりしない限りは思ったより強かったの、はい、アシストパワーで倒して勝ちということで、まあ、今回ねなんかアンコールとかがやっぱ流行ってるこの SV 環境ならではの、積みアタッカーアロマベール魔法一本使ったんですけど、まあ、結構ね発想というか着眼点はねおもろかったんじゃないかなと思います、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。